正面には岩渕といったあたりが並んでいます。低いボールできた、梅内のシュート、決まった。セットプレーから先制です。前半の3分、林から梅内、梅内は今季2ゴールです。またしても藤枝にとっては前半早々にセットプレーから失点ということになります。今のシーンです。岩渕が倒されてのフリーキック。